いや相当いいよこの時点で。これはエラー回避も B、 素晴らしい。でパワーバット極みどうしようかな。まあ来週になったら変えるんだが、ちょっと悩むね。ちょっと悩もう、もうちょっと。さあこの週はちょっと待ってね、村のヘッスラ前も見たらいいわ。まあ肩だね、うん、肩、はい。ヤメくん頼む、ヤメくん高価なトルマリンリングサポーター。お前なんなんだこいつは、なんなんだあいつは一体。パワー1個あげるか、はい、行こう。今なんだかんだ言って筋力そんなに余ってない、ん？足りなくないっていう状況なんだよね。パワーバット極みちょっと見送ろうかな。うん。まあもうちょっと考えよう。まずはこの試合を勝つと。いやー、なんだ一体。いきなりスリーラン打ったやつがいるぞ。このカーブ打ちたくないんだよな、できれば。いただいたぜ。どこまで飛ぶんだ。どこまで飛んだんだ一体今。まずは一発だな。地方はもう相手にならない、地方では。マスクラ早く降板してくんねえかな。広角打法があとは欲しい。あーどうしよう、ちょっと道落ちで。興味ないんだよホームラン以外は。興味ないんだよ俺は。一生しねえわミート打ちとか。ホームラン以外あれだろ、三振と同じだろ。忘れてたよその心。ビビってるわ。あもう完全にこれビビリモードですわ。よし来い。もう一本ヒット打ちたいね。マノ！マノ！帰ってこい。最強大学に。もう一度今な、俺からマノへのメッセージだ。もう一度最強大学に帰って一緒に野球をやろうって。いいじゃないか、ホームラン3本来てるな。よし、ほっと。これは全国大会でも優勝しよう今回は。マジで筋トレはもういいわ、さすがに。ライブラリ見ようかまず。ほい、うーん、割引されたらこれ買ってもいいぐらい、うん、そんぐらいだね。でパワーバット極みどうするかマジで考えないとな。やっぱいいや、買わなくていいね、うん、今は。
あとはさ、肩と守備とエラー回避上げる感じであんまり筋力使わないし、ここでパワーバット極み買ったら逆に肩練習あんまやらないってことになっちゃうしね、うん、いいわ、やめとこう。で、ちょっと待って、この週だったらパワードリンクデラックス買いだめしとこう。使うか、この週もう。なんか守備練習のレベルも地味に上がってほしいな。まあいいや、パワードリンクデラックス使おう。で、肩練習やろう。ほい。ちょっと滝本さんあたり、おっとショップが変わった。決断しといてよかった。極みシリーズはなしね。OK、了解了解。肩だね。間違いない。ガンガンやっていこうぜ。てかこれ相当、あ、久方滝本イベント1回目だな。今回はちょっと最後まで見たいな、この滝本久方イベント。久方と練習してもいいよ。堂前満塁男、うん、江原さんあんまりなんだよな。粘り打ちか、頼む、粘り打ち教えて。粘り打ちの方ちげえっつってんだろ。でもこっちじゃねえっつってんだろ。さあこれも技術上げとこう。最終的になんだかんだ言って技術が足りなくなることが多いから。よし、海東学院大学な、勝負だ。肩が B、 相当これ仕上がってきてるね。パワーも1個上げよう。ミートも2上げちゃっていいな。で守備力上げるか、こんな感じだな、うん、よし、いいぜ、行こう。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが始まりました。春の全国大会は油断ならないからね。春季全国大会1回戦の模様をお伝えしてまいります。俺も打つ。最強大学の先発は久方、対する海東学院大学の先発は坂野、以上の両先発、ね、いいピッチャーだといいな。いきなり1点取られて、3番に格上げされたか。初球は低めボール、嫌な変化球だな。投げた、ボール、カウンター2ボール、投げました、決まった、ストライク、カウントは2ボール1ストライク。次は4球目、決まった、ストライク。さあ投球5球目、落とした、ボール、内角へ。さあ6球目、あー、なんか打つイメージがわからん。まずいね。しかし打たないと最強大学試合に勝てない。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番藤井、第1打席はやってみるか、痛烈な当たり、行ってくれ、くそー。まあまあちょっとこれで1点取ってくれるんじゃないか味方が。よし、2点取ってくれた、いいぜ。しかもチャンスで回ってきた。右バッターボックスは3番藤井、これが3度目のバッターボックス。投げました、落とした、ボール、投げました、打つとしたらシンカーかストレートだな。投げました、ボール、外角低め、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、変化球ストライク、高め、シンカーできました。さあ5球目、おっ、くっそー。第6球を投げました、はあゴミだマジでゴミバッティングした。ヘッドの前でボールを掴みました。二塁ランナー久方、とりあえず勝とうこの試合。キョッキョッキョ、いいね。坂野マウンドを待って、樋口今日二人目のピッチャーとして登板です。ランナー二人を置いて迎えるバッターは藤井。よし、やりやすいぜこっちの方が。第9投げた、ボール、さあ次の投球、ボール、これはわずかに低いか。なんか流し方向にホームラン打てるイメージないんだよな。
広角打法を持ってたとしても、やっぱ引っ張りなんだよな。これだよ。今までとは違う、何もかもが、何もかもが違う今までと。これは来たな。いいじゃないか。いけるぞ、いける。さあ決勝だ。ソウルいいね。ここ練習しよう。全国大会の決勝に勝てば体力が少し回復するんだ。勝つんだからな、練習しといていいだろ。特にやることはないよな。ただほい、よし。さあ山口、やつを打たないとな。何あげようかな。75ぐらいまでするか。ああいいね、めっちゃいいじゃんこいつ。ここでこの能力値ってやばいな。今泣かせてない、行こう。さあ大学ナンバーワンに輝くのはどちらのチームになるでしょうか。最強大学対帝王、正直に言うとこの山口という男に対して苦手意識を持ってる俺。最強大学の先発は久方、対する帝王大学の先発は山口。それをこの試合で変えるね、乗り越える。よし、点が動いてるみたいだな。バッターは3番藤井。第9投げたストレート、絶不調じゃないか。アウトコースの高め、際どいところ投げた。逃げるな、逃げるな。俺はフォアボールに。さあ5球目、逃げないんだ。頼むから落ちて。そう、まだまだ残ってるぞ。1打席はセンターフライに倒れています。ストライク、投げました。ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。フォークはやめとけ山口。次は4球目、それにしとけ。通ってない。5球目になります。投げました、外れました。投げました、おらー、いただいた。まず一発だ、まず一発。乗り越えるんだ山口を。自分を乗り越えよう。待てよ、おっしゃぶね。先ほどツーランホームランを放っている藤井、投げた。初球はストライク、初球まずは入れてきました。投げた、落とした、ボール。投げた、ストレート、際どいところ。第4球を投げた、外します。絶対フォアボールなんかじゃない。5球目になります。投げた、変化球ストライク、外角高め。投げた、おら。まあ叫ぶほどのバッティングではないが、とりあえずな。よし、回してくるね今日は。随分と今日当たっている藤井。山口は降板したか、浜野。第9投げました、外角低め、外れてボール。投げました、あーいただいた。いや、いかない
行ってくれ。よーし、きた。勝ったろ、これは。仕上がってきてる。まだあるんすか。まだやるんすか。第9投げました。変化球ストライク、低め。まずは初球決めてきました。投げました。危ねえ、よかった、当たんなくて。ゴミバッティングするとこだった。投げました、外れました。次は4球目。ど真ん中、ボーダーもあり得るぞ。大きく外れました。投げました。デッドボールとか言ってる。やったー、春季全国大会を見事に制しました。大学野球の優勝したよ。最高の流れだな。最高の流れで勝負の時を迎えられるね。よし、行こう。ついに春も優勝した。これはクソ強いぞ。さあ、これに勝つとなんと体力が回復すると。これが美味しいんだよな。オーケー、ちょうどいいじゃないか体力は。はい、それいいね。それ行きたいと思ってたんだ。肩がレベル5になっただよし、完全に来た、これは。マジで。完全に来た。奨学金は1万円になったと。そしてバースが入ってきた。ちょっと計算するか。待てよ。まずは、先に上げちゃおう。めちゃくちゃ良くないか、これ。絶対今までで一番強いぞ。ちょっと計算するわ。セッツ。 OK、 いいね、いい感じだね。非常に計算してきました。これは相当いいんじゃないかな。ですね、博士が来るまでにしたい能力値ね。肩と守備80、それ以外は85にするためにあとどれだけのポイント稼ぐ必要があるか。筋力が70、敏捷が202、技術が113、精神160と。いや、これ見る限り相当いいんじゃないかな。いつもと比べてバランスがいいしね。なんか肩と精神練習やっていけばいいって感じだね。で、時々走塁練習挟むか。必要なポイントもいつもより少ない気がする、この計算で。そしたら、守備とエラー回避上げて、パワー84で止めとくか、一応84。さあ行こう。おっと、滝本さんいいね。マンネオとか、これ多分ね、逆に余ると思う、もう筋力だから。いいや、筋力練習は。肩の友情タッグいいね、上がるね、レベル5の友情タッグは。さあ行くぜ。アバタさん、アバタさん素晴らしい。分かってたな、正直言うと。分かってた、ここでアバタさんが来るということは。だから俺はパワーを84で止めといたみたいなとこあるからね。打撃、さあミートとパワーが1ずつ上がって、ここでコツが欲しい。来い。なるほどね、コツは来ないと。そしたらこれも肩だね。肩、盗塁は友情タック発生してる時にやるって感じで。あ、城山、城山のイベントだな。城山あれだな、
ガチガチの精神論者だね。元気があれば何でもできる感じの顎してるし、ね、久方はね理論派だから帰ったな。ほっとけあいつのことは。やろう。ちょっと待って、これ残り体力考えると 20% ぐらい怪我するな。まあいいや、行こう。瓦割りだ。怪我すんなよ。よし、いいね。筋力ポイントか。まあいいだろう。そしたら肩を80にしちゃおう。先に精神練習もやっていかないといけないから。お、いいね。いや、これは精神だろ。ってこれ久方のイベントまだやってなかった気がするんだよね。そうだよね。これで滝本久方イベントの久方を起こしちゃおう。おい、いいね。よし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 。まああとは久方と滝本が一緒にいるときに練習すれば OK よ。博士、いやー、ちょっともう博士もういつでもいいわ。ちょっとこれ取ろう。とりあえず安定度来てくれればいい。博士いつでもいい。よし、これは走塁やろう。攻めるか。 6% だったら、エラー回避79にしちゃって、ちょっと待ってよ、どうしようかな。攻めるか、それとも安全策でいくか。パワードリンクを使って、まあ、攻めるだろう。攻めの心を失ったら終わり。 6% にたじろいでるようでは。よし、できないんだよ最強のバッターは。博士来い、頼むぜ博士。まあこれはね、そうだな、走塁と盗塁か。走塁と盗塁はこれもし割引されたら買ってもいいぐらいだね。12,000円、うん、だからとりあえずライブラリはいいや。でこの週はまあメンタルやるか。村下内野安打丸いいな、取りたいね。特殊能力も取っていくか。友情タッグが発生してることだし、ここパワードリンク買っちゃってやろう。あ、ちょっと待って、あげないとな。エラー回避80にして守備78、 OK。いつやつが来るか分かんないからね。ほい。で内野安打丸のコツをもらうと。なかなかいいじゃないか、レベル2でも友情タックだったら。はい、博士来てくれ。さあ野手で内野安打丸取っちゃおう先に。で守備上げるか。やっぱ敏捷ポイントが足りてないんだな。さあこれ肩やる。あ、でもスカウトがいるからこれ肩やった方がいいな。イベント的なことも考えてね。肩だな。はい、滝本もいるしね。これはどうでもいい。はい、ピピッとチョップね。ちょっと極みシリーズが来てくれたら嬉しい。来ないか。なるほどね、まあ、パワードリンクデラックスが補充されたということだな。よし、これは精神やろう。精神ポイントも足りてないから。ほい、ちょっとホムラちゃん久しぶりに話しかけてほしいな俺に。来たホムラちゃん、行こう。ホムラちゃんの評価もちょっと気にしていかないといけないね。博士来ないな。あ、そうか、ここ練習試合か。じゃあいいや、試合直前にあげよう。ちょっと待ってね、走塁かな。メンタルか走塁。メンタルじゃないな、ちょっと走塁だな。先に基礎能力の部分を仕上げたい。
針治療いいね、やろう、いけるぜ。これは成功確率は 75% だ。4回中3回は成功するんだよ。もう失敗したことねえよこれ。はいな、よし、敏捷ポイントが上がったのは地味に嬉しいな。2番、いいね。さあ相手はどこだ。うわ終わったわ帝王大学が、そうか、一番嫌な練習試合の相手なんだ。エラー回85にできた、総力上げて82、もう近いね、尊いぞこれは。あとは特殊能力に寄っていけばいいんだからな。さあここまで来たら試合は全勝で行こうぜ。全勝で、坂田頼むよ。俺も山口を打つ、多分先頭打者ホームランを打ったやつがいるみたいだな。どうやら続くか。おれー、よーし、狭いからこれでホームランいっちゃうし。博士頼むぜ、できることをしよう。とりあえずこれはもしかしたら5打席回ってくるかもしれないね。落ち着いて球を、好きな球を振ろう。よし来いや。はい、まあフォアボールでいいや。復讐能力も使うしな、この試合は。よし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 、冷静になろう。山口は完全に今ビビってるね。微妙、いかねえ、くそ。あ、これマジで回ってくるかもしれないな、5打席目が。もうとりあえずここで打とう。手塚、熱い。慎重に、よいしょ、オーケー、いったね。これは待った甲斐があったな。十分十分、問題ないぜ。さあ引くしかない、もう博士よ。さあで練習はもう別に特にいいんだよな。走塁型精神がレベル5だから何でもいいや。守備とか最後の調整でやりたいから。よーし、いいね。守備、俺の希望するプロ球団横浜 DeNA ベイスターズでお願いします。本気です、生涯移籍しません。さあちょっと待てよ。ということはミート85、総力84、あと1だな、総力目標まで。もうあんま考えないでいいな。じゃ あこれ取っちゃうか、堂前の満塁男。
持ってないよね俺。 OK OK、 よしよしよし、じゃあ取ろう。いやちょっと待って、これも、いやこっちでいいや。一瞬彼女に釣られたが耐えた。はい、あーもうなんかやりたくねえ、もうやりたくねえ俺。あーなんか吐きそうだ、嘔吐するかもしれない。自分の実力にあまり自信が持てなくて、とにかく野球が上手くなりたい。終わらそう、マジでマジで終わらそう、本当にこれで。頼む、もうやり直したくない、やり直したくない、頼む、もうやり直したくない、やり直したのにと。どうやっと終われる、これでやっと終われるぞ俺がこの動画が待ってよ、取れてるよな、ちょっと待って、取れてますよね、取れてる156ギババイトになった。よし行こう、行こうぜ、これはやばいぞ、もっと狙えるよ。満塁男取ろう、満塁男取って、ちょっと待てよ、ちょっと冷静になっていい、まだ確定、満塁男は確定させちゃっていいや、満塁男は確定させる。で仮にここら辺上げてったらポイント的にどんな感じになるんだ、相当いいなこれは。特殊能力30個ぐらい目指せるかもしれない。行こう、行けるとこまで。さらに冷静になろう、さらに。ちょっと待って、ショップはそうだよな、今極みシリーズないんだよな。でまずパワードリンクを1個買いだめしとこう、変わる前に。ちょっとマジで冷静になろう。盗塁と走塁どうしようかな、12000円、まあいいか、うん、12000円、どっちかっていうと取るなら盗塁だな、盗塁4だな。ただ盗塁最終的に5まで上げたいからな、コツを取って一気に上げたいみたいなとこある。よし、ちょっと冷静になろうマジで。ちょっとこれまで以上にゆっくりやることになるかもしれないけど、慎重にいきます。ってことはこれ仮にパワー上げたとして、自力で99までとしても、そんなにもう使わないよね、筋力ポイントは。そこまで肩練習じゃないのかもしれないね、今からは。走塁と守備、
技術が最終的に必要なんだよな。まあちょっと人を見ながら考えていこう。間のゴミ、走塁かな。ここはへい、あ緊張してきた。どうもう何でもいい、それはもうもうどうでもいいよマジで、うん、勉強とかしなくていいぞお前。よし、ちょっと落ち着いていこう。久方ここ、滝本肩、うーん、ちょっと待てよ、本当に慎重にいかないとな。精神は多分これからいっぱい使うんだよ、いっぱい使う。精神練習は普通にやっていく。肩をどうするかなんだよな、肩じゃどんだけ迷ってんだよ。ここはとりあえずメンタルやろう。はい、メンタル、よし。6月4週日本大学選抜に選ばれる。OK、 うわ、酒井がそこか。これは守備だな。うん、守備練習やろう、レベル3だけど。今多分それが一番必要。酒井にね、盗塁のコツを教えてもらいたいんだけど、これはちょっと今さすがにやりたくない。うん、そうだね、臨床と技術は肩並みに上がって、精神は9しか上がんないけど、筋力上がるよりは全然いいよ。これ普通だったら家でのんびりテレビ見るんだけど、いや、テレビ見よう、うん、はい、まあいいや。さあ、ライブラリ買ったね。ここでなんかいいライブラリ来てくれたら美味しいんだけどな。来い、ダメだ、これは全部いらないわ。代打丸とかつけてもしょうがないしね。あ、この2つ取ってもいいな。多分ね、もうその特殊能力20個っていうのはもう間違いないんだ。で、このその他のやつ、選球眼とか、つまりまあペナントとかで回した時にどんだけいい成績がつくかとかね、コンピューターに任せた時にどんだけいいことやってくれるかみたいな、あれをつけてもいいんだよね、このライブラリで。積極的盗塁とかな、選球眼。これちょっと待とう、まあとりあえず今はいいや。うわーし、来てくれたぜ滝本久方。行こう、滝本久方イベントの3つ目だ。3つ目っていうか最後。ざわざわ、久方お前との対決は何年ぶりだろうか。因縁の対決だなこの2人は。まあこれはどっちが勝つかは五分五分。滝本にかけるね、来い滝本。自分を超えたな、お前のピッチングがあるからこそ俺は最高の打者を目指していける。高め合う二人ってことだな。そして俺もこの二人から大きな刺激を受ける。対エース丸のコツレベル2、これはでかいぞ。たら同然だったな、対エース丸取ろう。よし、どんだけポイント余ってきてるんだ。これはまだ貯めとこう。うん、もう博士は、おっと滝本さんどうしようかな。ちょっと待ってよ、守備の久方も捨てがたいし、滝本も捨てがたい。アベレージが広角打法教えてほしいな。筋力になかったら間違いなく行くんだけど、まあ行こう、やっぱ滝本だ。じゃあ体当たりの選択肢だけ先に潰しといて行こう。滝本さん、アベレージヒッターか広角打法とりあえず頼む、来い広角。よーし、お、ビビったな。博士はもう来ない、行かない。よし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 、いいぞ、いけてるぞ。広角打法取ろう。一応滝本がまた来てないか見て、村のヘスラいらないね。ハンダ盗塁4ミートだよ。うん、
っと待ってね、彼女の評価だけ確認しとこう。いけるよな。オッケーオッケー、いけるいける、広角打法取っちゃおう。ほい。でショップが変わったんだよな。ショップあと1回変わる可能性あるね、9月3週に。ただここで来てくれたら美味しいんだけど、守備のグラブ読みいいね、買おう。いやあ、これは、あ、これは来てるわ、マジで。二つとも買おうかな。ミートバット極みと、守備力グラブ極み。いや、ミート4を上げるって、技術と精神をバカ食いするんだよね。今こうやって上げると、ポイントで。で、最終的に多分足りなくなるのは、技術と精神なんだよ。この特殊能力を取っていくとね。技術と精神ばっかバカ食いするから。だからミートバット極みは最高。守備力グラブ極みも、筋力余り気味なこの選手からしたら最高だよ。どっちも行こう、これは。まだ買わなくていいや。うん。まだ買わなくていい。焦る必要はない。あれ、ちょっと待って。混乱してきたな。よし。よし。で、ここどうするかだな。固く走塁練習の友情タッグをするか、それとも半田さんの盗塁のコツを見てやるか、どっちかなんだよね。ちょっと待ってね。どんだけゆっくりやってんだよ。盗塁のコツは合宿でもらえるチャンスあるよな。中之島と一緒に練習したら、そうだよな、盗塁のコツもらえる可能性が結構あるんだよな。 50%。いや、逆にここで盗塁のコツをゲットして、合宿でさらに中之島から盗塁のコツをもらうっていうパターンが最高に熱いね。これ肩やろ。はい、頼む。なんだ、盗塁やるじゃねえか、てめえ。ぶっ飛ばすわ、ほんとに。あいつは一体何なんだ、一体何を考えてるのか。おい矢口、ちょっととりあえず見とこう。ムードもある、いいや。滝本、うわー、また筋力か。これもやりたいんだよ、正直言うと。メンタル練習の友情タッグも。どうしようかな。いや、やっぱりここは滝本かな。うん。パワーはもう自力で上げるな、これは。99まで相手も使わず。これを最後の筋力練習としたい。よし。ここは持ってるデラックス使っちゃおう。はい。頼む、滝本。アベレージヒッターでお願いします。63。どんだけ筋力が溜まっていくんだ。来い、チャンスか、チャンスか。なるほど、よし、わかった。じゃあチャンスのコツレベル2を目指して滝本のことを追おうか、合宿で。合宿では野手の場合はこの監督、滝本、中之島の誰かを追っていくのが熱いんだけど、もう一回滝本のイベント起こしたいんだよね。行こう。はい、来い。いやー、中之島か。そうか。そしたら中之島から盗塁のコツを教えてもらえるかもしれないから、走塁やろう。でね、これちょっとね、怪我する可能性が結構ある。俺の予想だと 25% は怪我するね、これ今。行くっしょ。それは行くっしょ。はい、お願いします。怪我すんな。よし、盗塁のコツ、中之島、お願いします。来い。ダメか。はぁ、まあ全てがうまくいくわけではないね。落ち着いていこう。滝本、これ滝本を盗塁で、残り体力がやっぱ重要だから、パワードリンクデラックス買って、よし、ほい。滝本頼む。よーし、マジでいいな、マジでいいな、これはやろう、間違いない。素振り旋回、これもまあ怪我する可能性あるんだけど、
結構体力余ってるからいけるはず。で下手したらチャンスのコツもう一回教えてもらえる。できないやつはみんな言い訳することばかり考えて、世の中にできないものなんてないんだ。そうだな、行こう。できる、できる、怪我すんな。よし、いいじゃないか。 OK、 こっからだ。頼む。いいよ。いや、あのね、チャンスって普通に上げようとすると4、5と上げるんだけど、この精神ポイントをね200ぐらい使うんだよね。ただコツレベル2だから激安。あ、やばくないかこれ、やばくないか。足の爆弾とかは怖くなってきたんだけど急に。何これ、足の爆弾って、足の爆弾って何、どうしようかな。ちょっと待ってね。筋力、敏捷、技術、精神、まあ精神ポイントが足りてないんだよね。ここ精神な、精神練習やろうかな。もう、うん、中之島も監督も引いたんでしょ。あ、監督引いてないんだ。監督っぽい、監督のイベントだけ引きたいんだけど、肩は精神上がんないから、ここメンタル練習やろう。はい。で、次の週監督がいいとこにいたら行くと。監督、あ、筋力、もういいや。行かない。ここメンタルやろう。久方のイベント起きるかもしれないから。はい。堪能したな、合宿を。あ、いいね。よし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 。これはね、能力上がることもあるんだけど、ちょっと待ってください。すげえ慎重になってるな。エラー回避プラス2。うん。エラー回避プラス2が一番、あ、メンタルが強そうな人にしよう。メンタルが強そうなやつってお前の主観だけどな、これ、完全に。うん。よし。これはいいんじゃないか。はい。いや、エラー回避に上がった。素晴らしいね。何番ですか？あ、5番か。さすがに2番に置いとくわけにはいかないか、こいつのこと。さあ、そしたら、総力95、肩と守備も95にしよう。まだまだポイントあるね。パワーは99にしちゃっていいや。よし、とりあえずこれでいい。でね、ちょっと待って。初級丸まだ持ってないな。初級丸を、初級丸狙っていこうか。でこの試合が終わったら、実はアルビンから特殊能力のコツを教えてもらえるんだけど、なるべく高いポイントのコツを教えてもらいたいんだよね。あの対左投手とか。だからポイントが少ないやつは今先に取っちゃおう。固め打ちとかいいや、少ないから。これ取っちゃって先に選択肢を潰しとこう。逆境丸もいいな、うん、さよなら男俺持ってるんだけど、これさよなら男って2個あるんだよね。どっちか1個しかつけられないから、これはいいや。ムード丸もいいかな。うん、ムード丸も取っちゃおう。こんな感じでいいか。よし、行こう。で、初級丸目指していこう。はい。さあ、日米が注目の対決となりました。日本大学選抜対アメリカ大学選抜。ちょっとここも負けられないな。勝たないと1枚もらえないからね。よし、行こう。さあ、ちょっと待って、ここで投げます。この回のトップバッターは藤井。第9球、投げました。アウトロー。決まってストライク。第2球、投げました。自信持っていこう。
第3球を投げました。どうだ、よし、で俺初球丸目指すって言ってたっけあれそうだ、初球丸を目指すって言ってたんだ、忘れてたな。行こう、初球いいのが来たら振る。まああくまでいいのが来たらだな。ああ、まあボールだったらいいんだ。ファーストストライクを振ると、おお、ボールか。やだな、ちょっと試合が際どいな。とりあえず勝つこと考えるか。今日ツーベースを打っている藤井。投げた。ミラクナックはボール。これはまず低いか。第2球投げた。ストレートはボール。こいつ相当あれだな。恐れをなしてるね、俺に。第3球を投げた。アウトコース。相当ビビってるな、アルビン。さあ4球目。ビビりすぎだろさすがに。お。カウントは3ボール1ストライク。入れてきた。投げた。これ打つ気しないな、ミラージュナック。投げました。うわあ！ゴミ。ゴミバッティング。前半が終わりまして、ちょっと試合に勝ってほしいな、とりあえず。勝て。お。はい、来ました。任せんかい。欲しいところ補佐。第9ボール投げました。スライダーストライク、カウントワンボールワンストライク。第3球かませ、外野フライような、ちょっと犠牲フライにしてくださいありがとうございます。あーしょ、 OK 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 OK、 勝った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 。これでいいよ。素晴らしいドラマを見せてくれました。よし、まあ能力はつかないし、これ上がったになったね。まあこのイベント一回見たかも。勝ったから1万円ゲットと。そして帰り際アルビンから特殊能力のコツをもらえる。いやこれ相当重要だよ、何のコツをもらえるか。対左投手が欲しい俺は一番。あとアベレジッタ来い。怪我しにくさいらねえよ。はい、ブルーヒッターとかっていらないよ。ちょっと待ってください。はい、いらねえよ。それはどうした、病気か。病気じゃねえかよ、あいつ。頭おかしいな。あ、左投手やった。いいじゃん。ライブラリで出てきたか。そしたらこの二つを取る。仮に取って残りは 39,700 円ね。仮に取ったとして。ショップで、ミートバット極みと、チュビログラブ極み二つ買ったら、21,600×2 だから43,200円か。なるほどね。そしたら来月1枚入ってくるから買えるじゃん。素晴らしい、素晴らしすぎる。よし、じゃあちょっとショップが変わる前にまずはこれだけ買っちゃおう。はい、でもう使っちゃっていいね。能力だけ確定させるか、まずは。違う違う違う、これこれこれ。ミートバット極み、これでミート99。守備力グラブ極み、これで守備は99。エラー回避99、肩99、走力99。OK。で、どれか一つ S にできるんだよ。どれか一つ S にできる。残ったものは全部特殊能力を取るのに使う。どんだけいけるんだこれは。肩かな、うん、肩。
これは彼女もいるし、そうだね、はい、これはどれもいいや。あ、そうだ、俺ホムラちゃんと一回デートしないといけないんだ、思い出した。引くな、ここぞという時で、ここぞという時に引くね、ライブラリの割引を。完全に来てるぞこれは。残り100円、どんだけ効率的に使ってるんだ俺は金を。来月1万円でなんか買えるな。100円ってやばいな。ちょっと何を S にするかも考えていかないとね。まあ、ポイント的にお得なのはエラー回避なんだけど、ただ筋肉が俺に支えてる。パワーにしなさい。てかアベレジッターとかそこら辺取りたいんだよね。やっぱり強い能力は、強い特殊能力は取っておきたい。対左投手の5枚開けたいね。まあ、ちょっとまだいいや、うん、よし。た、どうしたんだお前は滝本。これ滝本からあれだな、アベレジッター確定でもらえるな。行こう。こいつどんだけ俺にもたらしてくれるんだ滝本は。よーし、アベレジッターのコツいいね。しかもなんかこういうイベントが起きる。精神ポイント上げとこう。精神ポイント、自分のロッカーを掃除すると。 OK、 さあ大会だな。大会ちょっと落ち着いていこう。肩かな、うん、これはそうだね。矢部くんと友情タッグ組めるし、今この状況だと肩だよな。パワーも S にするには相当ポイント使うからね。肩いっとこう、肩。よし。てか来月1万円浮くよな。何に使おうかな。考えておかないと。よし。さあ、最後の大会だぜ、これが。一回攻めの相手は、マンツーマン教育大学。ただの教育大学でやんす。オイラたちの相手じゃないでやんす。でね、一番最後の大会は、今まで通り自分の打席のみプレイするか、もしくは8回以降全員操作するか選べるんだよね。これ8回以降全員操作でいこう。間違っても負けるわけにはいかないからね、この大会で。ちょっと待ってね。とりあえずアベレジッターはもう取っとこう、うん、でプルヒッターは広角打法とどっちかしか取れないから、これは取らない。広角打法の方がいいしね。ヘッスラも別に取らなくていいんじゃないかな。怪我しにくさか、どうしようかな。いります？怪我しにくさって。まあ、1個取っとこうか。これ5まで上げれるんだけど、5まで上げなくてもいいよね、怪我しにくさって。だったら対左投手とかをさ5にしたいんだよね、盗塁とか。だから怪我しにくさは4でいいや。もし最後ポイントが余ったら上げるぐらいでね。よし、行こう。さあ、ちょっと大田区もちょっと俺4番にしさせてくれよ。俺4番、3番バース、4番藤井、5番デストラーで間違いない。このクリーンナップでいこう。あとはそのまんまでいいか。上山絶好調だけど、村野さんの方がいいのか。上山の方が良くないか。うん、はい、よし、これでいこう。まあ負けないだろこれは、さすがに1回戦は。ここはあっさり勝とうぜ、マンツーマン教育大学は。はい、
あれ0点ゲーム、おっと3点取った、いいね、よし行こう。さあ投球からだな。対象はね投球適当でいいんだよ、こいつはほとんど打たない。よし、いいね、まあ適当にそんな甘い球投げとかなければ OK だ。よし、これで三振してくれるんじゃないか。イエー、まあここはまだあれだな、ウォーミングアップ程度だな。ウォーミングアップ程度、本番は次から、いや次の次からかな。なんか勝手に先にカーソル動かすよねこいつら。1回戦目は負けようがない、さすがに。ほい、オッケー、すごい球投げたな今一塁に、滝本に対して。桜町デストラーデ、ちょっと一発見せようぜデストラーデ。ああ、これどうしようかな、まあ適当に振っとくか。実はね、どんだけ打とうが点入れようが試合後にもらえるポイントはね変わんないんだよね、打っても変わんない、失点するかしないかでちょっと変わるぐらい。まあ、適当に振っとくわ。はい、魔球、葵ちゃん出てきた、いいね、ちょっと葵ちゃんを打つと面白いものが見れるから見たいな。ダーン、バース、まず一発。まず一発バース、さあ回ってきたぜ藤井、もう一本行きたいね。とりあえずマリンボールに手出したくないんだよな。このカーブだったら手出してもいいんだけど、あ、これ見とるどうかな。最後なんだ、カーブか、見とると、はい、よし、まだかな、ちょっと葵ちゃんのあれが見れるの、ここで打ったら見れると思うな葵ちゃんの。さあ見れるぞ、葵ちゃんに注目、この後投球投げるときは。プンプン、それだけ。葵ちゃんに注目な、もう一回やるぞ、プンプン、それだけです。まだ葵ちゃん投げるかな、交代かなここで。あ、まだやるわ、プンプン、ああ終わっちゃった、終わらねえんだそれで。お疲れです葵ちゃん、トラウマになっただろうな多分、生涯の。これもう適当でいいや普通にね。
もういいっしょ、さすがに時間が長くなるだけっていうなハードディスクの容量が気になり始めるからやめとくわ。もう加藤、あっさり。よし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 、いいぞ。ふい、いやーいいね久方、さすがだ。久方はコントロールがいいから投げやすいね。バース、鉄壁の二遊間だな。そしてセンターには藤井がいる。センターラインは完璧だな。センターラインはドン。あれ、わー、うまいな。さあ締めようぜ。ほい、よし、これで終わりになれ。よーし、まあ1回戦目は楽勝だな。ポイントは結構入る。8回以降全員操作。よし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 、もう練習なんでもいいや。守備いいね。まあ最後の調整で使うかな守備は。てかこれ来月1万円入ってくるよな。使い道がバント丸も取ってもしょうがないし、まあ買えないしな。その前にちょっと待ってね、慎重に。ホムラちゃんに使うかな。ホムラちゃん、女に使おう。女に、ホムラちゃんの評価をねちょっと高めとかないと最後ねうまくいかないんだよね。これ走塁だな。うん、敏捷ポイントちょっと足りてないよね。で盗塁も取りたいし、これ敏捷だ。敏捷っていうか走塁だ。よし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 、いいぞ。うまいこと調整できてるんじゃないか。さあ2回戦目だ。相手はどこだ。関明大学。よし勝負だ。8回以降全員操作。これちょっとポイントは取っとこう。最後まで一番最後にまとめて特殊能力取る。うん、行こう。オーダー変更。俺4番、3番バース、5番デストライ。みんな調子いいな、今日。いい感じ、いい感じ。負けないだろ、これは。さすがに。久方も調子がいいんだったら、そうそう点取られないよ。よし。まあ、足を救われないようにな。しっかり行こう。おっと、2点差?対して最終的に2点差で俺にバトンタッチか。いいね。しかも久方はまだ体力相当ある。際どいとこ投げてこ。あ、いいね。やっぱスプリットはいいな。これ打ってくれたらゴロになる。しかもストライクに入れてくるっていうな。よし、決め球スプリットとして1球外に見せ球しようか。ここら辺、ふい、オッケーで、内角で仕留めよう。シュッ。素晴らしいね。素晴らしいね。相手が強振してるときは、外しから入りたいね。ミート打ちのときは、ストライク入れてこう。ガンガン。まあ、スプリットで入れちゃうか。普通に。ほい。いいね。じゃあ最終的にスプリットで締めるから1球ストライクにならないスライダー。 OK で内角高めに際どいとこに全力ストレート。 OKOK で見せといて外に最後スプリットで決めよう。 OK
いいね、中之島。こいつだけちょっとね注意しないとね。まあランナーいないから勝負していいだろう。初球スプリットで、ちょっと外し気味のスライダー、オッケーオッケー。で中にスプリット、いやー決めるね、素晴らしいコントロールだ。最後はやっぱスプリットで決めたいから2球見せ球しよう。ストライクにならないスライダー、オッケーオッケー。さっきと同じパターンだな。で内角高めに全力スプリット、いやーそれに手出してくれたらこっちのもんだね。危なげないな、うん、危なげない。一応打っとこうか、2点差まだ安心できないから、ね、適当に。小村対小村、小村の勝ち。シュート得意です。てかあれだな、藤井まで回したいな、藤井まで、藤井くんまで回そう。4番、見てくぜ、無理に打つ必要はない。あーこれあれだな、地球になると思うな、手出さないでいいや。よしオッケー。やつに回したい藤井に。ちょっとゲッツーだけ注意しよう、ゲッツーだけ。ほいオッケー、満塁でいいだろ。滝本さん、滝本はね、アベレジッタとパシタどっちも持ってるから。あれしゃあないね。さらっと締めようぜ、久方。さらっと。いいね。普通に強えよ、このピッチャー。ただ3球勝負する必要はないな。見せ球を使おう。1球スライダー。ほい。あー、手出してくれる。素晴らしいな。さあ、インローにストレートから入ろう。おっと、打ってきた。やべえ、まだ、まだです。ホームランだけ警戒していこうか。ホームランだけ。シュッ。OK。ストライクにならないスライダー。よー、素晴らしい。もみ山。パワー F なのに強振をするというあれだな、心臓がでかい、心臓が取れる、 OK、 問題ないね。よし、さあこっからだな、最後ちょっと調整しっかりしていこう。オーケーオーケーオーケー、いいね。まあここまでは来れるだろう。問題は次の試合からだ。打撃練習、まあこれはもうどれもいいな、うん、コツもどれもいいね。よしで、ちょっと穂村ちゃんとデートしようか。俺まだ付き合ってからしてないよな、一回も。デートしよう、そろそろ。そこまで固執したい練習がないから、やっぱこの週だよ、うん、デートしよう。大丈夫か、いつぶりなんだデートは。久しぶり、ホムラちゃん、デートしよう。いいっすよ、でも行く場所はホムラに任せてほしいです。何も気にしてないなこの子は。1年半ぶりぐらいに電話したのに、考えすぎだったんだな俺が。
楽しそう。プロ野球の試合かな今回は。付き合う前の初デートが野球観戦。それから1年半ぐらい何もなかったけど、付き合ってからの初デートも野球観戦。将来のプロ野球選手の彼女としてはすごく素敵。なんかあれだな、いい女じゃないか、ホムラちゃんって。こんなに理解のある。楽しくなさそう。なんだかホムラ変な感じっす。藤井くんの彼女になってから、ホムラ変になっちゃったっす。心が壊れたかな、もしかして。あまりに連絡しないから。野球を見せても違うことを考えてる自分がいる。前までは試合が終わるまで全力で応援して初めて満足していた。今はこうやって試合に来るだけで満足しているような気がする。なんでだろうね、それは。わかんないよ。ホムラちゃん、声が小さいよ。そんなモヤモヤ、ホムラちゃんが大好きな野球で吹き飛ばしてしまえばいいんだよ。藤井くん。なんなんだ、これは。なんでそれでホムラちゃんはその顔になるんだ。俺お前にがっかりしたよ。やべえ。いいじゃねえかよな、1年。1年に1回ぐらいデートをしてもいいだろう、やべくん。どんだけ厳しいんだよ、それは。よし、オッケーオッケーオッケー。で、もう1回デートする必要があるかな、ホムラちゃんと実は。いやね、あの、ホムラちゃんの評価を、マックスにしとかないといけないんだよね。多分これまだマックスじゃないと思う。だいたいそのさ、初デート、彼女にしてから初デートが終わってもう一回デートしないといけないんだ。だからこれちょっととりあえず村の見よう。ヘッスラ、あ、クソいらねえな、どうしよう。マジでいらない。いやでも多分何やる、ちょっと待てよ。だって仮に対左打者と盗塁を5にするんだったら、ああ、やっぱり技術が足りないと思うんだよね、最終的には。だから技術が一番上がる練習でしょ多分。これだったら肩だな。肩練習行こう。はい、 OK、 25上がった、いいよ。ちょ、ヘッスラのコストがいらないわ。さあ来たな、ここまで。ああ、矢部くん、いいね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 、やろう。あ、初球丸のコツ、最高だな。いいのか、ホモラちゃんとデートしなくて。わあ、どうしよう、マジで。いや大丈夫だ、うん、来週デートしよう。来週。ここは河合に初級の丸をもらいつつ、俺初級丸持ってないよね。確か。初級丸のコツをもらいつつ、友情タックルで技術を稼ぐ。間違いない。見逃せない、これは。よし。いいね。さあ、初級丸のコツ。OK。よし、このイベントは発生したということは、とりあえずフラグは立ってるんだな、ホムラちゃん。よう、ホムラちゃん、どうしたんだ、そんな息を切らせて。前に藤井君が言ってた通りだったっす。藤井君のことが好きすぎてホムラ変になっちゃってたっす。始まったな、何かが。うん、それは2週間前のことだからね、実は。初デートが。レベルの高い試合を間近で見ることで藤井くんの役に立つだと思っていたと。俺のためだったんだな、小村ちゃん。好きな人ができるってすごい。藤井くんのことを最初は好きになることは絶対にないと思った。衝撃だな、それは。ただ野球やってる人の生の声が聞きたかっただけで、俺も筋肉のために君を利用しようとしてただけ。でも今小村ちゃんといるとすごく楽しいよ。俺も藤井と同じ気持ちだ。嘘から始まった恋だけどな、最後に真実の愛になったんだよ。素晴らしいね。
さあ怒りと決着つけようか。今回は打たしてもらうぜ怒り。1年前の俺とは違う、何もかもがな。やろう、初級丸のコストロー。初級丸ヘスライいらんよな、ヘスライいらん。でちょっとねこれやっちゃおう。何を S にするか。うん、あー、いやパワーにしたいんだよ俺は、パワーに。ただパワーにするとちょっと特殊能力の数が、知らねえ。パワー以外に選択肢ねえだろ。圧倒的なパワー、それを求める。さあちょっといじくろう。俺4番ね。あ違う違う、3番バース、4番俺、5番デストラーレ、いつもの久方校長いいね。あとはもうこれでいいでしょう。うん、あれちょっとエバラどうしようかな。いや守備 F だ、ないわ。矢部を信じよう。よし行こう、頼むぜ。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが。さあちょっと決勝まで行こうぜ。最強大学対、どうせだったら負けられんな。これは1回戦の模様をお伝えしてまいります。最強大学の先発は、まあ、相手怒り守るだけど、同点、ま、できれば勝ち越した状態で俺にくれ。おいおいおい、あれ久方降板しちゃったんだ。マウンドを降りまして、カンバル、今日カンバルか。マウンドに上がります。まあ、カンバル悪くないな。落ち着いていこう。吉野、今日はチームの全打点を叩き出しています。初球外しから。第9。よし、振れた。タイミング合いません。フォークでカウント取ろう。第2球。ふい。よし、振ってくれた。取れるぜバースなら。うちの二遊間を舐めるなよ。うちの二遊間を。ストレートから。さあ1球外そうか。外に外してくれ。外に。まあいいよ。うちに入るよりはいい。でフォークでカウント取りたい。ああちょっとコントロールが定まらんな。あんまり際どいとこ狙っていけない。よしよしいいよ。どうしようかな。1球外そう。ストレート。ここ、はい、いいよいいよ。でフォークで勝負。オッケー、よしよし、よくやってるぞカンバル。フォークから入ろう。オッケー、でシュートちょっと際どいとこに。いいね、取れないか、まあ、しゃあないしゃあない、落ち着いていこう。ミート B か、あミート B じゃん、パワー B か、怖いね。これ入れよう。よし、相手強振してると怖いんだよな。ちょっと外し気味。あーまあ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 、あー入れてくか、入れてこうか。シュート入れてみよう。どんまい。あーまあしゃあないな。ちょっとこう変えるか、右だから。右の白山出そう。頼む白山。最強大学ピッチャーを交代します。こいつコントロール悪いんだけど、投手としての能力が高い。初球外しから入ろう。いいよ、 V スラ。 OK、 ワンシーム、これも外して。 OK、 いいねいいね。V スラ引っ掛けさせよう。これ引っ掛けて、よし引っ掛けてくれた。 OK、 はい、二塁アウト。城山なんとか踏ん張りました。8回の表が終わって2対0、赤月大学この回0点に終わっています。
最強大学ここで終わるわけないからちょっと待ってくれ。1番からの攻撃、先頭バッターは酒井。よし行こう、ちょっと出塁しよう、とりあえず酒井で見ていこうぜ。まずは投げました、変化球ストライク、インローへ。まずは初球決めてきました、投げました、ストライク、カウント2ストライク、投げました、アウトロー。見ていけ見ていけ見ていけ、投げた、おら、よし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 、ちょっと待って、盗塁するか考えよう、盗塁するか。まあ、堺は総力 A で盗塁4だから、とりあえずこいつはいいんだよ。うわー、中谷これ無理だ。ああ、肩 B の絶好調で怒り守るの球速だったらこれ無理だね。よし滝本見ていこう、滝本アベリシタ持ってるから。フォアボール OK だよ、フォアボール OKOKOK、 見ていこう見ていこう見ていこう、まだ振る必要はない。よーし、よし、お茶飲もう、ごめん。行くぜ。第9投げた、ストライク。第2球投げました、ストライク。早くも追い込みました。第3球高め、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、おらこれだ、帰ってこい、帰ってきちまい。いや、ちょっと待って待って、焦る必要はない、焦る必要はない、次のバッターが誰だか考えろ。来い、それとも満塁策を取るか、ボール投げました、だらなめてるんじゃないのか、うちのチームを。こんなところで終わるチームなわけがないだろうが、うちが。あぶねえ、マジで。あ、やべえ、全然、全然集中できねえ、もう。どうする、適当に振るか。 OK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 、 あー、行こう行こう、これ二塁まで行ける行ける、よーし、あぶねー。いや、ちょっとこれ安心はできないよ、打てるとこまで打っとこう、打てるとこまで。よし、あー、フォアボール OK よ、フォアボール。第4球を投げた、変化球ストライク、低め、ここは1球見ます、投げた、はい、高め打った、竹の下、ジャン、終わってみれば、終わってみれば圧勝じゃないか、これは。いや、落ち着こう、普通にこいつら相手に 4,5 点取られることはあり得る、打っとこうぜ、ここは。さあ1球目、ボール、一瞬の油断もならない、打っとけ打っとけ打っとけ、投球は3球目、ストレートはボール、いいぜ、構わんよ俺は、投げました、ストライク、フォアボールで構わん。吉上、投球5球目、ストレート決まって3ボール2ストライク、低めいっぱい、投げました、ショート、よし、悪くない進塁だ、あと1点取ろう、あと1点は。これで4打席連続のヒット、矢部さん、小村走塁 B だからあれでもいいね、外野フライでも OK だよ、よし、落ち着いていこう、やっべ、危ねえ、
危ねえ。投げました。落とした。ボール低め。スクイズの振り。スクイズするかもしんねえぞ俺は。スクイズを。はい、いただきました。フォアボール。この回2人目のフォアボールです。吉上降板、川本今日3人目のピッチャーとして登板です。城山か。いや城山投げてほしい。この後しかもパワー C か。こいつ全然外野フライ打てるぞ。これ打ち前 OK 狙い通りだ。素晴らしいね。これがチームだ。うちのもういいだろ。いやもういいなんてことはない。アウト3ヤードになるまで俺はやる。投球は3球目。ほっ、これも落ちるだろ。宇宙間は2つ。三塁に投げたら、やべ、三塁です。忘れてくださいこのことは。最後は2塁です。今の忘れてください皆さん。8回までが終了しまして、そろそろハードディスクの容量が気になっただけなんで、今のは忘れてもらっていいですかね。この回の攻撃はラストバッターから。さあピンチヒッターはきっちり行こう。きっちり投げた。ミート打ちにしてる段階でポチマをストライク。オッケー。外のスライダーで決めようぜ。外のスライダー一球全力セット中に。オッケー。見せといて際どいとこに。うわ際どすぎるわそれは。コントロールいいだからな。でも V スラに頼るしかない。ほい、オッケー。いいね。一発警戒な。よし、そんなに厳しいコース白山だったら狙えないから適当に放っていい。ワンシームボール球。3人目白山。オーケーオーケー。外へで V スラ際どいとこ。よし取れる。ワンバウンドボールを取った。アウト、アウト。あと1人。バッターはいくぜ。日野だ。スタンドからは必死の声援。立つぜ。投げた。カーブはボール。投げた。縦のスライダーはストライク。インローへ。さあ内角外そう。ワンシーム。第3球。オッケー。で外に V スラ取れる。しゃあ、あぶねえ。よかった。あぶねえ。いやちょっと焦ったわ。お疲れ怒りお前の投げる球は全て見切った。打ったの俺だと思うんだけどな。さあ最後の試合だ。次が最後の試合。行こう。ここまで来た。やっぱりデートかな。最後はデートしよう。で金どうしようかな。なんか買いたいものつっても別にないんだよね。これ見返りチケットもいらないからね。うん、まあ最後だからホムラちゃんに使うか。デートで最近よく会うな、ホムラちゃんと。よ、ホムラちゃん、どっか行こう。遊園地がいいな。よし、いいね。じゃあ遊園地行こう。ここでフリーパス付きのチケット買って中に入るっす。一人3000円か。ホムラちゃんの分も出してやれよ、藤井。たまには男を見せないとな。オッケーオッケー。これが出たってことはやっぱホムラちゃんの評価マックスじゃなかったんだ。まだ行ってよかった。ホムラちゃんとの勝負は一進一退で熱くなった。やったね。さあ最後の試合だぜ。決勝の相手は未知の強豪 US ワールド大学。こいつらがねまた強えんだよ。最後の相手
ちょっぴり自信をなくしそう。ここになら勝てなくても仕方ないでやんす。バカ野郎、やる前から負けること考えるついるかよ。穴がないチームなんてこの世にないで、坂田が無失点に抑えて、俺とバーストデストラーデが点を取る。そうだな、これで最強大学が勝てる。いいかみんな、ここが大学野球界のど真ん中だ。おお、存在もしない嘘の友情ごっこか。お前たちの絆とただの空元気にしか見えんな。こいつはあれだな、アルビンが言ってた池田だな。それはこっちのセールは絶対勝つぜ。いざ勝負でヤンスト。さあやらせてもらおうか。8回以降全員操作で、ポイントどうしようかね。これ投手じゃん。特殊能力は一番最後にまとめて取ろうかな。この残ってるポイント使って左投手5は取っとこう。うん、これは取りたいから。よし。あとはちょっと、ポイントの感じを見て。さあ、ちょっと大田組もうぜ。俺4番にさせてくれ。3番バース5番デストラーで。いいね。なんかみんな調子良くないか、今日。あ、ちょっと投手も見るか。左が少ないんだよな。木下左じゃん。しかも結構いい。誰かと変えよう。こいついいや。オッケー。さあ行くぜ。さあ大学ナンバーワンに輝くのはどちらのチームになるでしょうか。最強大学対 US ワールド大学、秋季全国大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。さあ最後の試合だ。これが勝って終わろうぜ。勝って勝って俺に渡してくれ。オッケー。おいおい、最強大学ピッチャー久方降板しちゃったか。久方マウンドを出して小畑、今日2番手としてマウンドに上がります。これから US ワールド大学の攻撃に入ります。マキシマムか。マキシマムはちょっと敬遠気味。どういうこと。やべ、追いかける、やべ、放題。どういうことなんだよ、1球目から失投っていうのはさ。あ、でもホームランにならなかったらいいや。 US ワールド大学ダイソー投入です。ベイツ2塁に入りました。ちょっとこれ投手交代しようぜ。こいつじゃダメだ。右一ノ瀬でいくか。好調だしフォークがあるし、はい、ここで離されるわけにはいかない。点数を、点差を、これ外して入れてきたか。これ外そう。よし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 、いいぞ。フォーク、はい、よーし。まず一個、まず一個。はい、いいねいいね。全スト外し気味。おっ、取れる。さすがだデストラーデ。あれを取った。締めてこうぜ、締めてこう。はい、取れる。さすが鉄壁の、おい、いや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 、おかしいって。ちょっとここ押さえたい。落ち着いて、落ち着いていこう。外のフォーク引っ掛けてくれたら嬉しい。あー、中に入ってるな。コントロールが。一球全スト見せよ、外に。外しで。いいよいいよ。で、内角のフォークで。よし !OK。負けらんねえだろ、最後の試合でよ。行こうぜ。こいや。
第3球を投げました。ストライク。これはいいところ。第4球も投げました。やるんだよ俺は。最強のバッターを作るんだよ今。終わるわけがないんだよここで。無様に負けるわけがないんだよ。デストラで頼む。投げました。ボール。まずはアウトロー。第2球投げました。落ち着いてる落ち着いてる。大丈夫大丈夫。第3球を投げました。スクリュー決まった。ストライク。膝元をつきました。投げた。フォークボールストライク。落ち着けよ。5球目になります。投げた。変化球アウトコースへ外れてボール。第6球を投げた。おわーくそどっちだった今のは。繋いでこう繋いで。さあ1球目ほっ同点にしときたい。同点に。第2球インコース高め外れてボール。流せ出塁しようとりあえず。いやフォアボールでもいい。フォアボールでも。これは打つ。ああ終わった。小村さん、いやこれ一発だな。狙いは小村さんの能力値だったら。第2球投げました。ストライク。膝元厳しいボールでした。これもフォークボール。投球は3球目落とした。ボール。投げました。見送ってボール。フォアボールでもいいよ。投げました。よしちょっと走れるか見よう。小村さん足速いよ。小村さんは走力70の B か。一番低いね。シャーク際どいな。いけるかもしれない。うん2球目走ろう。2球目1球目見る。うん次走ろう。よしやべ頼む。運べ。あーこれは走れんな。そう代打だ。右で上山だな。うん上山行こう。焦るなよ。次のバッターは酒井だ。酒井まで回してもいいぞ。フォアボールで OK。 フォアボールで見よう。もう1球見よう。よしおらかー飛びすぎたか。狛江フォークがあるやつがいいんだ。やっぱ海の狛江カンバル城山ちょっと厳しいねこれは。うん海ので行くか。いやカンバルで行こう。カンバルで。最強大学ピッチャーを交代します。一ノ瀬降板。大丈夫。最終回1点差でマウンドに上がります。俺はやつらを信じてる。滝本バース藤井デストラーであいつらを信じてる。そのためにここで追加点を入れられないことが大事だ。さあ1球目決まった。ストライク。これボール球押さえてこう。頑張る。下にまあまあ本局結果よし。外のフォークで打ち取ろう。1球内角高め外し全力するといいよ。これよし OKOKOK 問題ないよ。
こう無失点で抑えることが大事。はい、どうしようかな。フォーク、際どいとこ。まあいいよ、焦んなよ、焦んな焦んな、甘いところには投げんな。まあいいよ、言う、これフォアボールでもいい、フォアボールでも。シャーク、はい、よしよし、低め全力ストレート、いいね、これ外してくれ。やーい、取れる、これだ、うちの藤井の守備を舐めるなよ、99だぞ全てが。ビッグプレーすぎるだろ今のは。落ち着けよ、際どいとこ投げろよ、取れる、さあ行こうか。高い、出塁、出塁しよう、早っ、ちょっと見ていこうか、とりあえず投球は3球目、ボール、よし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 、フォアボールでいいよ、フォアボールで、フォアボールでもいい、見ていこう、見ていこう見ていこう見ていこう、よし、これはこれは酒井の足だったらこれはいけるっしょ、しかも好調だしな、うん、1球目は見よう念のため、いいよ、よかった、ここよし、竹本出塁でもいいぞ、出塁でも、ほっ、よし、帰ってこい酒井、同点だ、決めさせてもらうか、もう行こうぜ、追いつけよ、なんだそれは、決めよう藤井、お前の手で、おいや、うわっ、早い、来いや、頼む、ファールファールファール、はい、フォアボール、レストラーで、おらー、いただきました、ちょっと待って、走れないな、先元だったら追いつこう、外野フライ OK だ、外野フライ、ちょっと待てよ、長瀬でいいな、長瀬で、
やったー。ああ、終わったー、終わったよ。よし、文句なしだよ。文句なし、万歳万歳。今までの優勝の中でこれは一番の優勝だ。滝本、ここまで来れたのはお前のおかげだぜ。熱い告白。何を言ってる、お前というエースがいたから俺はここまで成長できたんだ。お前は最強、日本のエースだよ。熱い告白。立役者はやっぱり藤井だな。よし、監督を胴上げだ。わしょーい、わしょーい。ドラフトの日、まあそれは1位だろ、さすがに。こいつは、よし、滝本もプロ入りと、久方もプロ入り、そして矢部くんもプロ入り。やったな。城山さんは渡米して挑戦すると。酒井くんは社会人野球。酒井はあれだ、ドラフト1位クラスだけどな。冷静に考えたら、キャッチャーでこんないい選手が。いやー、よかった、本当に。いやー、終わったよ。そして最後にこれが待ってるんだ、穂村ちゃんのイベント。穂村は最初から知ってたっす。藤井くんがプロに行くこと。穂村の眼力は意外とすごいっす。一目見た時にこの人はプロに行くなんて感じたっす。だから話しかけたっす。衝撃の告白だな。だから驚いてない。最初から信じたってことが、そう受け取るんだ。これ穂村から特別プレゼント、特別賞。これがね、熱いんだよ。うん。小村ちゃんと付き合ってると。激アツだよ。よし、よかった。あのね、下の二つがね、小村ちゃんの評価最高まで上げてないと出てこないんだよね。で、これ選ぼう。シュッ。あと実は藤井くんに報告したいことがあるんです。どうした？子供でもできましたか？4月から学校に行こうと思ってる。スポーツトレーナーになるための勉強しに行くんだ。ホムラの知識をもっともっと藤井くんに生かしたいと思ったっす。そしてずっとずっと一緒にいるっす。大好きっす、藤井くん。チュ。この子と一緒なら野球界の頂点を取れるよ。レーザービームのコツレベル2、送球のコツレベル2、守備職人のコツレベル2。でかいわ、これは。これはやばいぞ。とんでもないご褒美だな。うん。よし。じゃあ最後能力振って終わるか。今もらったのはこれね、早急レベル2。レーザービームレベル2、守備職人レベル2だよ。外野手として完璧になったな、こいつは。完璧な外野手だよ、こいつは。で、この残ったポイントをどう振るかだよね。ちょっといろいろ試してみていいかな。盗塁を仮に5にしたら、あとはあんまり取れないんだな。よし、ちょっと決めた。とりあえずこのレベル2のやつは間違いなく取るでしょ。ちょっと盗塁を5まで上げるか悩んでたんですが、そう、盗塁4にしといたら粘り打ちとか取れるんだけど、
いやでもね、やっぱ盗塁5っていうのはでかいよね。こんだけポイントが必要だし、だ盗塁5にしようと思う。特殊能力の数って考えるとちょっと減るんだけど、でも一番実用性のあるやつをね揃えたし、じゃああとは残ってるポイントで、そうだね、まあ代打、こいつを代打で使うやつはいないだろうけど、一応取っとこうか、代打丸。ポイント余ってるからね。で、これは特殊能力の数に入れないけど、まあ、コンピューターがどんな動きするかだね。そしたら、せっかく盗塁ごとだから積極盗塁取ろうか。これ。あとは別に、いらないな。チームプレイ丸つけとく？一応つけとこうか。うん。一応つけて、強心対応かな。パワーエスだから。うん。ロマンを求めたいね。これで終わりかな。なんか取れるの。なんか取れるの。ないね。じゃあスタミナでも上げるか。オッケー。さあ、ちょっと見てみようか。ほい。能力は、まあ、パワーが S、その他全部 MAX ね。で、特殊能力の数数えようか。チャンスから。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25。いやー、満足したわ。満足した。うん。やっぱ岡島でやめなくてよかったよ。もう一回やってよかった。チャンス後、左投手後、盗塁後、こういう選手を作りたかったんだ俺は。 OK。 そしたらフォームはそのまんまでいいだろう。プロフィールとかどうしようかな。名前もそのまんまでいいかな。高卒にしとこう。よりヤバさが増す。プロ1年目。背番号とかそのまんまでいいや。顔は、顔ちょっと変えるか。お任せ。お任せ、なんかろくなやつが出てこないな。ちょっと自分でいじくってみていいかな。ちょっと顎ひげあるとかっこいいな。いいや。渋いな。まあ、なしでいいか、ヒゲは。うん。こんな感じ。よし！ OK でしょ。名前も藤井くんでいいや。いいよね。OK 押しようよ。OK。いやあ、思ったより時間かかったね。俺が思ってるより時間かかった。でもいい選手できたわ。満足した。皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました、見てくれて。 OK。
第4球を投げた、空振り三振。最後は170キロストレート。試合終了。ジャイアンツ大差で敗れました。